ショータイムゴルフです。新しいパター新しいパターそう、名付けてハイブリッドパターハイブリッドパターそう、まあウッドでいうユーティリティみたいなもん。あで、こっちまあ言わずと知れたドライビングパターじゃちょっとこっちからね、うん、打ってみよう。これはね、ジオテックっていうやつの M シリーズ、ブラック。あで、ロフトが7度あるから、うん、初心者でも全然使いやすい。で、今までのパターって変な話、グリーン上で全然力を発揮できてなかった、うん、でもこれは長さも33インチと短めだから、うん、グリーンでも力を発揮する。なるほど。ところが今日はティーに乗せちゃうっていうね根本概念を覆すためにね、うん、ゴルフやってるようなもんだな。ダスティン・ジョンソンのストレートフェードを思わせるよね。もうネット届いてるから、これ結構飛んでるよ。250ヤードニート率がいいね。半端ねえな。250飛んでるし、33インチの割には出てる方だよ。ああ出てるよ。でこっちがまあそのね、おなじみのパタードライビングパターン。ドライビングパターン、どっちやと思う？これの方が俺は飛ぶと思う。当たれば一発ある。なるほど。ただ溝がないから、変なとこ当たったらもうとてつもない方向に行っちゃう。でやっぱパターって握ると楽しい、ね、いいね。あんまり距離変わってねえな。157ヤード。いやでもやっぱ10ヤード違うんでね。ちょっとフルスイングしてる。フルらしいです。超いい球。ああ、うわ、すっげえ、ネットだ。ここに当たったわ、お前。ああ、まあまあ飛んだな。268ヤード。270ヤードかな。マジで？さあ、翔太、俺のニューパターで。初心者でも打てるらしい。初心者でも打てる、そのパター。もう間違いない。初心者の俺でも打てるパター。そう。パッティング初心者。無理。どうした？無理っしょ、これ。いや、無理じゃないんだよ。あのね、可能か不可能かを決めるのはね、君ではなく結果なんだよ。なるほど。成功するまで続けるな。成功と失敗の一番の違いって分かる？分かんない。成功するまで続けたかどうか。なるほどね。ああちょっとここは諦めずに行ってくれ。ちょっと距離見とく。ネットまで距離見とく。でもね、なんだかんだ235っていう芯は食った。芯は食ってるな、うん、球がちょっと低い。そうそうそう、キャリーが出ないんだね。あ、これいいじゃん。これ来た。これ結構いいんじゃない？限界、これが限界。236だな。今いい当たりだった。いや、結局キャリーとラン入れたら転がろうがキャリーしようがあんまり変わらないってことだね。でもそれが一つのパターの良さでもある。すごい角度だね、手首。勝ち上げだ。手首の力で勝ち上げだ。無理だこれ。残念、201ヤード。ヘッドスピードがちょっと出てないね。やっぱ感すげえわ。うん。まあ、常人じゃない。それはもう100も承知だ。常人じゃない。それも100も承知よ。翔太ちょっとここ一発振った方がいいよ。ここ一発行くわ。うん。最後。なんかせっかくこれチャンネルショータイムゴルフなんだからさ、翔太が締めくくってくれねえと終わんないんだ。ショータイムなんだ。マシュウルフ。お、
来た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 、これ来た、飛んでる飛んでる、ネット届いた、ネット届いた、キャリーで届いた、初変わってねおかしいだろこの機械まあでも要は飛ぼうが飛ぶまいがトータルの距離ってのは変わらないってことなんだね。そうだね。でも逆にそれがパターの良さでもある。下が硬ければいくらでも飛ばしていける。でやっぱりさ、パターだけれどもインターロッキンググリップ、そうだね、もしくはオーバーラッピンググリップね、うん、俺はこれです。やっぱこれが一番飛ぶ、俺はこれ、これが一番飛ばせるんですよ。まあぜひともね、こういう世界があるんだっていうのをこの画面越しに伝えたい、世界に、うん、良い子は真似しないでくださいヘッド吹っ飛ぶ、悪い子も真似しないでヘッド吹っ飛ぶ可能性あるんで、ね、これちょっとね、ちょっと特別な、特殊な加工してあるんで、そうそうそう、関秀一オリジナル、そうそうそう、まあとある工房でね、うん、ものすごく強烈な接着剤と熱で固めたネックなんだけど、うんうん、まあそのとある工房も近々ね、うん、そうだね、うん、突撃したいと思います。はい、というわけで、ショータイムゴルフパッティング編でありがとうございました。まあこの動画がいいと思った方はグッドボタンもう終わっちゃった。まあ面白くないと思った人もグッドボタンしてくれた方が、